カえば式のこぎりかえば式のこぎりののこぎり人日本ののこぎりは主に日本で木工や木造建築において用いられる伝統的な形態ののこぎりである。のこぎりを押して材料を切断するヨーロッパなどの押しの子に対し日本ののこぎりは引いて切断する引きの子である。このため葉は薄くより効率よく狭い切り口で切断することができる。 その反面、引く動作では体重をかけることが難しくなる。日本のノコギリは日本以外でも使用されており、輸出もされている。輸出品の過半は有力なノコギリ産地である兵庫県三木市に近い神戸港から輸出されている。輸出先はアメリカ合衆国が中心だが、近年ではヨーロッパ諸国への輸出量が拡大している。ノコギリ板の両側に ノコギリじのついた両刃のコギりのコギリ板の背が世間で補強された片刃のノコギリ様々な大工仕事に用いることができるように、ノコギリ板の両側にノコギリじがあるノコギリノコギリじの一つはキメを横切って引く横引き用、もう一つはキメと平行して引く縦引き用になっている。細工に用いる小型の両刃のコギりで、 材木を角からではなく平面の表面から切り込むことができる。ノコギリ人は半月状のカーブになっており、平らな面のどこからでも切り込むことができる。曲線を切るためのノコギリ板が細いノコギリで、ヨーロッパのキーホール層に相当する。和菓3サイズ絵巻き、第24、四百工具の記載では、引き回しと表記される。葉の部分を脱着できるようにしたノコギリ。 室町時代、オガによる製材作業動力の小切りが導入される以前に使われていた板を切り出すために用いられた大型の縦引きの小切り。二人用のオガでは一人が高い位置の台に上がって切る板を下にして立ち、もう一人が板の下に立って作業する。同じ漢字表記で台切りと読むと二人用の大きな横引きの小切りを本来はさすが 両者を混用する言葉遣いもある。富岳36系、東東未山中に描かれた、前引きの小りによる、製材風景動力の小りが導入される以前に、使われていた板を切り出すための一人用の縦引きの小り。前引きをが、小引きの小りとも言う。ありがとうございます。